だろう、もともとお家にずっといるのが、あの、なんだろう、趣味じゃないけど、なんかずっとお家にいるのが好きなんですけど、タナちゃんがね、誘ってくれたので、一緒に鶴橋に行ってきたんですけど、なんか韓国から帰ってきて、あ、日本に戻ってきて、1ヶ月ちょっと経ったのかな、だからちょっと韓国が恋しくなってきて、で、鶴橋に行ったら、少しやっぱ韓国の、あの雰囲気もちょっと楽しめて、久々に楽しかったなっていうのがありますね、うん、あとは、グリコ の、 あの震災橋に何回も行きました。何回も行きました。SNS に1回分も載せたので、あと何回か分はまた別で載せるので、ぜひ SNS のチェックもね、ユニコード。TikTok 全部ありますので、初めましてですよとか、まだフォローしてないよって方いらっしゃいましたら、ぜひフォローお願いします。そして今日のミニライブ、私たちの全て撮影が可能なので、ハッシュタグユニコードで SNS の方に撮っていただいたお写真や動画を載せていただければ本当に嬉しいです。はい、お願いします。はい、そして大事な告知をここでさせていただきたいんでしょう。1月23日に私たちユニコードがフラー呼んでの日本語バージョンで日本デビューすることが決定いたしました。わー、ありがとうございます。あともう2日だね、朝の日、早い。ミュージックビデオもその日の12時、23日の夜中の12時に公開されるので、ぜひ YouTube で見てくださったら嬉しいです。はい、お願いします。またテレビ東京さんの超音波という番組の方では、7月のエンディングテーマソングにユニコードの Let Me Love の日本語バージョンがエンディングテーマソングに決定しています。こちら毎週金曜日の夜中の3時15分から見ることができるので、ぜひチェックしてください。また放送の方にも出演させてもらったんですけど、こちらまだ放送日未定なので、ユニコードの X や Instagram でチェックしてくださったら嬉しいです。お願いします。お願いします。それでは次の曲紹介を、あの、花ちゃんにお願いします。はい、花です。はい、これから披露させていただく曲が3曲になるんですが、1曲目が私たちの韓国のアルバムの収録曲である Spring in my 20s という曲になります。この曲が、希望に満ち溢れた20歳の初恋について描かれた曲となっています。懐かしさやその時の記憶をちょっと思い出しながら聴いてくださったら嬉しいです。そして2曲目、3曲目が、先ほど披露させていただきました、レッドミーラムの日本語バージョン、そして最後の曲が私たちの日本デビューの曲である読んでブローの曲、日本語バージョンとなります。はい、ぜひそちらもポイントダップも注目しながら見てくださったら嬉しいです。はい、ちなみに日本のタイトル曲は何ですか？日本のタイトル曲は読んでブローになります。はい、はいはい、ぜひぜひ注目してください。はい、盛り上げてください。はい、それではいきます。はい、はい、バイバイ。ハハハハ。